いやーこんにちは。今日もようこそクラブはじめに来てくれたね、お嬢ちゃん感謝してるよ。私ホストを務めております銀河の元はじめと言います。以下よろしく。まあ僕ぐらいのホスティングになると世の中のさまざまなお酒、飲み物、ジュース、カクテル、いろんな飲み物を飲んできたわけさ。飲み物の味の違いがすぐ分かっちゃうわけさ。というわけで今日はお客様の皆様にこのホスティングはじめの素晴らしい特技を見せてあげるよ。気持ち悪い。さあ早速注文してみよう。いろはす一丁。いろはす一丁。いろはす、いろはす、いろはす。待って、ホストってどんな感じなの。まあとりあえずね、いろはすですよ。ご注文ありがとうございます。いろはす入りました。みんな知ってるかわかんないけど、まあ、物知りのはじめくんは分かっちゃうんだよ。いろはすはね、実は何種類か種類があるんだ。ちなみにこのいろはすは山梨県の方の、なんて言うんだろう、北、やべ、読めねえ。なんて読むんだろう。白州町北社市白、うん、漢字辞典一丁。いろはすもう一本入りました。こちらのいろはすは富山県砺波市、俺の地元だ、地元じゃん。いろはす追加入りました。いろはす、あー、こちらのいろはすは鳥取県のいろはす。こちらには3種類のほろ酔いじゃねえや、3種類のいろはすが準備してある。全部で7種類ですね。北海道、富山県、鳥取、宮崎、愛媛、山梨、静岡の計7種類のいろはすが本当はあるみたい。静岡県に住んでるけどなぜか静岡のいろはすはないよ。ごめんね。いや、なんか探したんですけど本当になくて、このいろはすが山梨で、こっちが富山県で、こっちが鳥取県ですね。俺たちがいつも飲んでるいろはす全部で7種類あることが分かった。そこで俺は考えた。この天才ホスト君のはじめ、この俺にかかればいろはすの水の違いなんて一目瞭然。君たちとは飲んできた量が違うからね。ふっふー。というわけで今日の動画はホスティングはじめ、このいろはす3つの味の違いがバッチリ合ってるんで似ててくれよな。じゃあまずはいろはすの味を覚えよう。まずは鳥取県のいろはすを飲みます。どんどんペリペリ、どんどんペリペリ。ああ、優しい味わいだ。鳥取のいろはすはこう、なんだろう、鳥取砂丘を思い浮かばすようなもの、砂漠の奥地で採れたオアシス。そう、君の瞳のようにね、君の瞳のようなオアシスの匂いが感じられた。たまんないね。山梨県いろはす入ります。いただきます。するミュージカルドンペリ入ります。どんどんペリペリ、どんどんペリペリ。これはまさに最高峰の水に近いね。日本最大の山、富士山のごとくトップオブザワールド、この世の全ての山の頂点に君臨するエレベストには及ばないが、ナンバーワンよりオンリーワン、君のことさ。続いて最後、俺の地元の味、こちら富山県のいろはす。地元のいろはすは特に味の違いが分かると思ってるぜベイビー。富山県いろはす入ります。ふっふー、どんどんペリペリ、どんどんペリペリ。たまんねえこの味わい。富山県の豊かな大地を感じるよ。ホタルイカのようにキラキラと光る君の瞳に乾杯。キュッ。はい、というわけで全ての味の違いが分かったところで、今からこのいろはす3つの中で俺の地元の富山県のいろはすをバシッと当てちゃうぜ。君の目の前で富山県のシャッフル、富山県のシャッフルじゃねえな、おっとごめんよ、言葉のあやが絡まっちゃった。富山県のいろはすを当てた時点で俺はマジねトップオブザホスティングベイビーですからね。今宵もホストクラブはじめんディーに来てくれて本当にみんなありがとう。ではこれを飲んでいこうと思います。うめえな。これではないと思うんですよ、多分これではない、こっちの2本のどれかですね。分かってしまったよベイビー。富山県のいろはすはこれだ。あ、当たった。え、マジで当たった。待って待って、本当に当たった。ちょっと待って、ほらほら、富山県、マジでマジで、え、待って、マジで当たっちゃった。マジで分かるんだけど。あ、でもな、実際のところ全然わかんねえな。